ジェイミー・ブレイク・キャロルはアメリカ合衆国インディアナ州エバンズビル出身の元プロ野球選手。現在は MLB のピッツバーグパイレーツで特別補佐を務めている。エバンズビル大学から1996年の MLB ドラフトでモントリオールエクスポズから14巡目指名され入団。2002年9月11日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。 2006年2月11日に金銭トレードでコロラドロッキーズへ移籍した。同年は初の規定打席到達を果たし、打率300を記録。2007年10月1日に行われたサンディエゴパドレスとのワンゲームプレイオフでは13回裏にサヨナラ儀比を放ち、ロッキーズはワイルドカードを獲得した。ロッキーズはワールドシリーズまで進出したが、 ボストンレッドソックスに敗退。2007年12月にショーン・スミスとのトレードでクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2009年のシーズン終了後に FA となった。2009年12月17日に2年385万ドルでロサンゼルス・ドジャースと契約した。当初はブレイク・デウィットとの併用で主に二類種として、 起用される予定で、ラファエル・ファーカル遊撃手ケイシー・ブレイク三流一種のバックアップとしても、期待されていた。2010年は4月に、ファーカルが故障で離脱したため、遊撃手としての起用が増えた。デウィットが7月31日にトレードでシカゴ・カブスへ移籍したこともあり、ファーカルの復帰後も出番はあまり減少しなかった。2011年は37歳にして、 自己最多となる146試合に出場。ドジャースに在籍した2年間は本類だが1本もなかった。シーズン終了後に FA となった。2011年11月16日にミネソタツインズと2年675万ドルで契約した。2013年8月11日にトレードでカンザスシテロイアルズへ移籍。10月11日に球団が マイナー契約を提示したが断ったため FA となった。2014年1月9日にナショナルズとマイナー契約を結んだが3月25日に放出された。2015年1月12日にピッツバーグパイレーツの特別補佐に就任したことが発表された。体格は小柄で長打力はないが選球眼に優れボール球にはむやみに手を出さない。 そのため、出塁率は比較的高めである。1打席あたりに相手投手に投げさせる球数はリーグトップクラスで2010年、2011年は400打席以上の選手では2年連続でジェイソン・ワースに次いでなリーグ2位だった。2011年は10類に対して失敗例で30代後半に入っても一定以上の脚力を維持している。守備位置は主に二類。 遊撃だが三塁と外野も守ることができる。ありがとうございます。